秋篠宮ご夫妻の長女眞子さまが熊本地震の被災者にお見舞いの言葉を述べられました。眞子さまは東京都内で緑の感謝祭に出席され、挨拶で熊本地震について述べられました。亡くなられた方々をお痛みいたしますとともに、被災された方々に対し心よりお見舞い申し上げます。緑の感謝祭は緑化などを推進する式典で、眞子さまが名誉総裁を務められています。